赤石敏夫は、日本の作曲家、音楽教育家。岩手県森岡市出身。国立音楽大学音楽学部作曲学科卒業。作曲及び理論を七つや、広志、嵐野秀彦、溝上秀夫、中村太郎、島岡譲る、松本民之助に指示。ピアノを竹山幸子に指示。作風は、特に派ということはない。 音楽愛好家のためのわかりやすい音楽を書くと、プログラム等に本人が必ず書いている。実験的な事柄より、エモーショナルな方向を好んで目指している。音楽教育家としては、ザソシエ s s o c i a t e d Board of the Royal s c h の英国王立音楽検定の普及、アートマネジメントの必要性、テクノロジーの活用など、 市中の音楽教育から音楽大学まで日本の音楽教育全般について新しい提案を積極的に行っている。国内は元より海外の音楽教育事情にも詳しい。2000年から音楽検定の開発委員を務めている。ナオミ学園作曲家助教授を経てローランドにてテクノロジーの音楽教育への活用について研究した。 赤石音楽研究室代表、日本現代音楽協会、日本ソルフェージュ研究協議会、全日本ピアノ指導者協会、日本電子キーボード音楽学会の各会員、総合大学音楽学部教授、大阪芸術大学非常勤講師、日本作曲家協議会理事、ありがとうございます。